本校では歴史的観点からの日本のインフレーションについて記述する。2009年現在から120年前に遡ると日本の物価は約3000倍となっている。江戸時代の元禄年間、環状銀味役小木原重秀が幕府の財政拡大による財政赤字増大策として1695年に元禄の改中による 金銀が有率の引き下げを行った。この会中は、傾聴小判に大使銀を加えて、外有金量を2、3都市、通貨量を1.5倍にするというものであった。その結果インフレーションにはなったが、マネーサプライが増えたがゆえに、太平下で物資の生産が増えてダブつき、デフレーション気味であった経済を立て直したとする見方も、ある。 また当初引き換えに対し計帳小判100両に対し、元禄小判101両と、わずかな増幅しかつけなかったため引き換えはあまり進捗せず、貨幣流通量の増加が緩やかなクリーピング、インフレであった。一方で、この懐中について、マネーサプライという現代的観念を持ち出して、評価する向きに対し、通貨数量の増大とは何か、その意味や、 効果のの究明をを行わずにに簡単に結論を出せるものではない当時は中国や朝鮮など海外との交易では金銀は国際決済手段として用いられていたのであり大阪の両外省など商人らの取引において貨幣の素材価値が交換の媒体としての意味を失っておらず当時の通貨の未発達な段階において品位を低下させ名目価値を増大させても 実質価値としての通貨増大という経済的意義にはつながっていなかったとする見方もある。1703年には関東諸国に巨大地震である元禄地震、続いて法永年間の1707年に法永地震、法永大噴火と自然災害が相次ぎ、加えて徳川家信の,の将軍代替わり、皇居の造営費などと幕府の財政は 本格的に慢性的な赤字に転落し、小木原重秀では、さらなる銀貨の改中を剣議した。一方で、荒井白石と家信は、悪質なものを出せば、点検を受けて、天災地変を生ずる恐れがあると合意していったのは、改中の義は中止となる。しかし、重秀は、銀座と結託し独断専行で、英字銀など質を落とした銀貨を相次いで発行し、 インフレーションが加速した。その後、新井白石が幕府の歳出を減らし、聖徳、強法の改中で、金銀含油比率を、慶長小判の水準に戻して、インフレーションを抑制すると、不景気に逆戻りした。徳川吉宗の強法の改革においても、金銀含油比率を維持するために緊縮財政を続けたが、 米などの物価が下落したので、大岡忠介の強い信源により原文の改中を行い、金品位を低下させるとともに、貨幣流通量を増加させ、デフレーションを抑制した。この時、旧金貨100両に対し、原文小判165両の増布をつけて引き換え、かつ改中は3年程度で大半が終了するというものであったため、 通貨量の急激な増大を伴うギャロッピング、インフレにはなった。しかし景気と幕府の財政は回復し、特に財政は1758年には最高の黒字額を記録した。近世諸島に佐渡金山や都井金山などでゴールドラッシュがあった日本では、その後の鎖国で貿易量が大幅に減った結果、国内に金が蓄積され、市場の金は 比較的豊富だった。幕末の頃でも、日本の金銀比較は、約1時10分と、金安で、さらに名目貨幣である1分銀が多く、流通していたため、疑似金銀比較は、約1、5となり、これは、金銀比較が約1時15分だった。当時の欧米列強からは先亡された。安政の仮条約で通称が始まると、列強は日本に、 大量の銀を持ち込み、小判を買いあさった。これを本国でぶして、肯定価格で売るだけで大儲けができるからである。当時はまだ金銀交換料に制限が設けられていなかったため、これで金の大量流出が起こり、幕府は流出を防ぐため店舗小判1枚を3両1分、2種の増付通用とし、質量が3割弱に激減した、万円小判と、 さらに含油金量の少ない2分半を多量に発行して通貨価値は飛躍的に減少した。このためと輸出による物資不足、諸藩の軍備近代化のための輸入増加に伴う通貨流出等の相乗効果で物価が投器して庶民の暮らしは苦しくなった。これが江戸幕府崩壊の一つの原因と言われている。日本銀行の調査によれば、 1934から1936年の消費者物価指数を1とした場合、1954年は301.8となった。つまり、18年間で物価が約300倍となったことになる。伊藤正直は、1934から36年、卸売物価が1949年までに約220倍になったとし、 1945年の水準から見て1949年に約70倍というハイパーインフレとなったとしている。第二次世界大戦中の大日本帝国政府の借入金総額は国家財政の約9倍に達していた。戦争中は統制経済と戦時国債の個人購入で資金を吸収することで戦争時のインフレーション傾向を抑えていたが、 敗戦でこの仕組みが崩壊し、インフレーション傾向が一気に表面化した。太平洋戦争で約300万人の死者を出し、建物は約25%を失い、生産機械を35%を失い、船舶の80%を失った。戦争による生産設備の破壊により、民間の生産力が回復しておらず、また当初は、 非常に多額の敗戦国戦時賠償が予想されており、また民間設備や資産への復興需要が予想され、あるいは政府が、軍発注物資の代金支払いによる通貨の供給過剰などを原因として、効率のインフレーションが懸念されていた。日本国政府は当初このインフレリスクに対しては、臨時軍事費の支払いを補填するものであり、楽観視していたが、 日本銀行及びアメリカ合衆国政府は賠償金の支払いや民間復興需要の点からハイパーインフレーションを懸念していた。日本国政府は1945年12月に預金封鎖と新円切り替えなど立法化し通貨の流通量を強引に減らして物価安定に努めたが経営生産方式による復興政策が始まると復興金融金庫から 鉄鋼産業と石炭産業に大量の資金が融資された結果、インフレが発生した。インフレーションを抑えるために融資を絞ると生産力が鈍るために融資を絞ったり拡大したりする不安定な経済状態が続いた。結果的に1945年10月から1949年4月までの3年6ヶ月の間に消費者物価指数は 約100倍となった。敗戦後のインフレは年率59%であった。1947年のインフレ率は125%となった。このインフレの原因は、戦前から戦中にかけての戦時国債、終戦後の軍事にへの退職金支払いなどの費用を賄うために政府が発行した国債の日本銀行の直接引き受けとされている。 第二次世界大戦中に発行した戦時国債はデフォルトはしなかったがその後戦前比3倍の戦時インフレによってほとんど紙くずとなったまたこれらインフレーションへの対策の一環として1946年秋には不動通貨の吸収を緊急の目的に日本競馬会による競馬が再開されているアメリカから大統領特命講師として デトロイト銀行頭取のジョゼフ・ドッジが派遣され、ドッジラインと呼ばれる経済政策を立案、勧告した。ドッジラインの実施によって、インフレーションからデフレーションに逆に大きく触れる結果となり、物価は安定したものの資金の引き上げや貸ししぶりによる企業の倒産と失業が増加し、安定強行と呼ばれた。朝鮮戦争の勃発により、戦時物資や、 駅務の調達に伴う需要が増大し、この特別需要により、生産活動が活発化して景気が上昇し、緩やかなインフレーションに移行した。1950年前後の消費者物価上昇率は約15%で、名目経済成長率は30から40%に達し、15%くらいの実質経済成長が達成されている。 1954年からは高度経済成長が始まり、緩やかなインフレーションが進んだ。高度経済成長期は消費者物価上昇率4から8%のインフレが続いた。1956から1972年のインフレ率は平均で約4.5%であった。 1973年から1974年及び1979年の2回にわたるオイルショックでは石油、同関連品の需給等による一時的に急激なインフレーションが発生、その様は狂乱物価とまで言われた。総合卸売物価は1973年で15.6%、1974年で31.4%、 上昇し、消費者物価指数は1973年で11.7%、1974年で23.2%上昇。1974年の実質 GDP はマイナス0.2%となった。春闘での賃上げ率は1973年で20%、1974年で33%上昇した。 1995年から2008年の日本の GDP デフレーター前年同市販期増加率消費者物価指数の年間平均上昇率で1970年代は9%程度1980年代は2.4%であった狂乱物価後インフレ傾向は弱くなったが供給に制限のある土地投機に支えられた バブル景気が進んだ結果、資産価値高騰が急激に進行した。1955年度から1990年度までのバブル景気まで消費者物価の上昇幅は約5倍に止まったのに対し、全国平均の住宅地価は約72倍に上昇した。その後、大蔵省による総量規制や 三重の安志総裁の指導下で、日本銀行が1989年から金利を急激に引き締めたことにキーにして、資産インフレが終焉を迎え、バブル崩壊、1992年からは資産デフレが進行した。1999年以降明確にデフレーションに入り、日銀の早見有総裁のもとにおけるゼロ金利政策解除等の政策と相まって、 デフレ傾向が強化、経済が20年以上にわたって停滞した。2009年以降、ほぼ水面下で推移していた。コア CPI の前年比上昇率は、2013年6月に、プラスへとなると月を追うごとに伸び率を高め、2014年1月には1.3%を記録した。ありがとうございます。